トラクター、トラクター、トラクター、ラテン語、引くに由来は、それ自体で推進できないものを牽引したり、しばしば動力を供給したりする装置である。トラクターとは、被牽引者を引っ張る牽引者のことを指す。トラクターという言葉は、農業用トラクターの意味で用いられるのが最も、一般的である。農業用トラクターは後期、及び、各種の作業用の農業機械。 またはトレーラーを引くために使用される。ここでは主に、いわゆる常用型トラクターについて述べる。歩行型トラクターについては、高運機を参照のこと。古典的な農業用トラクターは、車両中央の運転席の下わずかに後ろにある軸に2つの非常に大きな駆動輪を備え、運転席の前にエンジンが配置されており、エンジンルーム、 ボンネットの下に二つのソーダ輪を備えた単純な屋根なしの乗り物である。現在使用されている農業用トラクターの大部分は空気入りタイヤを装着したホイールトラクターと呼ばれるタイプのものである。ホイールトラクターには後輪駆動のものとすべての車輪を駆動させる四輪駆動のものがある。また、設置圧を低くして重牽引作業時や 不正地層工事の性能を高めるために無限軌道を装備した立体トラクター、クローラートラクター、接中的にホイールトラクターの後輪のみを無限軌道にき、変えた半利体トラクター、セミクローラートラクターと呼ばれるタイプのトラクターもある。現在の農業用トラクターは使用する作業や経営規模、工作面積に応じて約10から500馬力のものが世界では 一般的に用いられている。時速 40km 程度までの速度を出すことができるものが一般的であるが、大型のトラクターの中には、のように時速 80km 以上で走行できるものもある。日本では農耕用小型特殊自動車に属する場合は、時速 35km が最高速度と、道路運送車両法で定められている。 トラクターで行われるほとんどの作業には人の歩みほどの低速度が要求される。しかし、行動上を移動する場合は、ある程度の速度が必要となるため副変速器を装備しているものが多い。それでも、なお一般的な自動車より最高速度が低いため、行動上ではしばしば後方に長い車列や渋滞を引き起こすことがある。そのため、オランダなどの国では、路上で、 農業用トラクター禁止を意味する道路標識を設置している。また、現在のトラクターは、転倒や転落の際に運転者を保護する安全フレーム、ロップス、ロップスとも呼ばれる、ロールバーに近い、を備えているものがほとんどである。これは、不正地での作業が多いトラクターにおいては、特に重要な装備である。現在日本国内で新車で発売されている、 トラクターにはすべて農業機械安全装備基準に基づき運転席の左右から立ち上がったフレームが備え付けられている。キャブを備えたトラクターについてはキャブのフレームの一部が安全フレームとなる。安全フレームが備えられる以前はトラクターが転倒や転落した場合多くの農作業者が下敷きになり犠牲となった。特に古典的な列収穫トラクターは 狭い間隔で配置された小型の二つの全車輪を備えたミワ車設計のために転倒しやすく非常に危険だった。多くの農作業者が傾斜地での操作の際、転倒、転落によって死傷している。安全フレームの義務付けを1960年代に最初に行ったのはニュージーランドで、現在ではほとんどのトラクターに標準装備されるようになった。床には 通常4つのペダルがある。一番左側のペダルはクラッチである。ギアチェンジもしくは停止の際には、クラッチペダルを踏み、トランスミッションを中立に開放する。右側のペダルのうちの2つはブレーキである。左のブレーキペダルは、左後方の車輪を止め、右のブレーキペダルは、右後方の車輪を止める。相打時に、この独立した左右ブレーキを使用することにより、 最小回転半径が大幅に減少し折り返しの際の無駄な動きを不要とする。しかし一般道の走行時など速度が高い時に使用すると文字通りの肩利きとなって急に向きが変わり危険であるため作業以外の走行時は左右のペダルを連結して使用する。分離したブレーキペダルは泥か柔軟なダートソフトダートの中でトラクションの損失により空転するタイヤを 制御するためにも使用され、デフロックやトラクションコントロールの代用ともな、作業時にトラクターを停止させるためには、両方のペダルを共に踏む。作動装置、デファレンシャルの働きによって、通常は片方の車輪にしか駆動力が伝達されないが、深い DNA からの脱出や急坂を移動するため、スリップしては危険な時、あるいはプラウ作業などで直進性が保てない時には、 両方の車軸を機械的に直結するデフロック機構があり、ペダルやレバーにより作動させ安定した走行ができるが、通常の走行時に作動すると、ハンドルを操作しても方向が変わらず危険であるため、誤操作を防ぐ目的で、通常の運転姿勢では操作しにくい場所に配置されていることが多い。最も右側はアクセルペダル、スロットルであるが、ペダルによる スロットル操作でのトラクターの速度調節は自動車と同様に簡単である。イギリスでは道路を走行する場合、スピードをコントロールするためにフットペダルを使用することが義務付けられている。古い機種ではペダルが装備されていないものもあり、後年の改造で取り付ける例が見られる。なお、補助での作業時、スロットルはステアリングホイール付近に装備された。 手で扱うハンドスロットルレバーから操作することを基本とし、ペダル操作は補助的に用いることが多い。揺れる車上でのペダル操作では、長時間のエンジン回転数の維持、低速運転が困難なためである。ハンドスロットルレバーは強めのフリクションで動きがやや重くされており、動揺時でもエンジンの回転数を一定に保てるようになっている。これは、 作業機を適正な速度で使用するために重要な機構であり、運転席を離れ、トラクターを停止した状態での作業にも必要であ。る。トラクターは、ベイラー、ベイラーあるいはモア、モアのような作業機、アタッチメントにエンジンの動力を転送する PTO と呼ばれる機構を持っている。日本においては、農業の中心は稲作であるため、ロータリーと呼ばれる回転軸に、 幸運用の爪を多数備え付けたものが主流である。ロータリーの利点として、幸運後の土の状態が平らになり、白かきなどの作業が行いやすいという点が挙げられる。また、日本においては畑作でもロータリーが広く使われており、世界でも珍しい状態となっている。PTOO には、シャフトやベルトで伝達する機械式と油圧ポンプと耐圧包装を用いる。 油圧式がある。初期のトラクターは、プーリーとベルトを使用し、固定機器に動力を供給するのみであったが、すぐに、走行中に自社及びトレーラーや、作業機に動力を供給できるように改良された。さらに、大型トラクターでは、PTO 発電機により、電力を供給できるものもある。ドローバーや三点ヒッチによって、作業機をトラクターの後部へ装着することができる。 3点ヒッチにつけられた機器は通常、トラクターに完全に支えられるような形になり、運転席の操作ハンドルによって、油圧で上下させることが可能である。日本では、コンピュータとセンサーにより、本体の姿勢とは、独立して、作業機を水平に保持できる機構、自動水平や、ロータリーによる、幸運の深さを一定にする機構、自動進行を備えたトラクターが、 一般的になっている。蓄力に代わる農業用の機械動力として、欧米では19世紀初頭から末置き式の蒸気エンジンが一般に販売されていたが、1850年頃までにボイラーが高圧化されていき、下半式であっても十分な出力を得られるようなものが作られるようになった。その蒸気エンジンに減速機と車輪をつける形で1859年に、 イギリスのトーマス・アベーリング、トーマス・エイブリングが開発した蒸気式トラクターがトラクターの元祖である。しかし、蒸気式トラクターはボイラーが爆発しやすく、操縦者が駆動用ベルトに巻き込まれたりする可能性があるなど、安全なものではなかった。最初の内燃機関式トラクターは、1892年、アメリカのジョン・フロー・リッチ、ジョン・フロリックが開発した。 このトラクターは16割機のガソリンエンジンを備え、前進と後退が可能だった。しかしフローリッチのトラクターは全く売れず、内燃機関式トラクターが最初に商業的な成功を収めるのは、1911年のツイン式トラクションエンジン車によるドクターの発売を待つことになる。イギリスにおいても、1897年にホーンズビー、アークロイド、 ホーンスビーエイクロイドがオイル燃焼式トラクターの特許を取得し、売り出した。イギリスで最初に商業的に成功したのは、1902年にダニエル・アルボーン、ダニエル・アルボーンが開発した三輪式イベル、トラクターである。また1908年にはサンダーソンズが四輪式トラクターを発売し、一躍、アメリカ以外では最大の製造会社になった。 内燃機関式トラクターの普及はなかなか進まなかったが、1910年代後半になると状況は一変する。流れ作業による大量生産を生かし、フォードが1917年に発売したフォードソントラクター F 型モデル F がその価格と扱いやすさから爆発的な人気を博した。このフォードソントラクター F 型は従来のトラクターと異なりフレームを排して エンジンのシリンダーブロックに他の機器を貼り付けるという現在のトラクターの構成とほぼ一致した構造を持っている。フォードソントラクターはアメリカ、イギリス、アイルランド、ロシアで生産され、1923年にはアメリカ国内のトラクター市場で77%のシェアを得るに至った。また、他の国のメーカーからも同様のトラクターが多数発売され、 その結果、1920年代には、内燃機関式のトラクターが、トラクターの標準となった。1925年から1927年には、PTO 軸が取り付けられるようになり、1930年代には、空気タイヤ、ディーゼルエンジン、三点ッチ、油圧によるドラフトコントロールの採用と、ほぼ現在のような形となった。1951年、 フェルッチオ・ランボルギーニは、軍法室のモーリスから取り出した格安のガソリンエンジンを搭載したトラクターを販売していた。当時イタリアではガソリン価格が上昇していたため、ガソリンはエンジンの始動と暖気のみに使用し、運転時は安価な軽油で動かせるように排気熱で軽油を気化するシステムを開発し、自社製品に始めすると燃料代が節約できると評判になり大ヒットとなった。 これで財を成したフェルッチオは、フェラーリを購入するが、自社のトラクターにも使っていたクラッチに10倍の値段が付いているとお知ると、ビジネスチャンスを感じ、スーパーカーの開発に乗り出した。立体トラクターについては、アメリカのホルト、現、キャタピラーが1904年に蒸気式のものを、1906年にガソリン式のものを開発している。 このホルト社の立体トラクターは当時としては極めて高い、不正地頭波能力を持ち、折からの第一次世界大戦では軍によって重量物牽引に用いられ、そして戦車の開発母体ともなった。日本における農業用トラクターの導入は、1909年、明治42年に岩手県雫市長の小岩井農場が導入した蒸気式トラクターと、1911年、 明治四十四年に北海道斜里町の農場に導入されたアメリカルと生の内燃機関式トラクターがそれぞれの日本初と言われている。しかし日本における農業機械の歴史は長らく歩行型高運機がそのほとんどを占めており、常用型トラクターは戦後まで特殊な農牧場で細々と用いられるだけに過ぎなかった。常用型トラクターは戦後、 急速な歩行型トラクターの普及の後を追う形で普及していった。1950年、昭和25年、農林省が3台のファーモール製の常用型トラクターを輸入し、各地の農業試験場で試験を行ったのを皮切りに、1952年、昭和27年には、フォードソン、ランツ等の常用型トラクターや農業用トラクターとしても使用できる。 農業用ジープが輸入開始されている導入初期の輸入常用型トラクターは10から20馬力級の小型が多かったが、1953年、昭和28年の農業機械化促進法施行に合わせ、次第に大きなものに変わっていった。また、1958年、昭和33年には、小松 WD50 系、翌1959年、 昭和34年には、シワウラ S17 型、クボタ T-15 型など、国産の乗用型トラクターも現れている。1960年代以降は乗用型トラクターの普及が進み、1970年代には、当初の歩行型トラクターを利用した部分的、機械化体系から、乗用型トラクターを中心とした一貫的、機械化体系への進展が見られている。 1974年、昭和49年に337万台というピークを迎えた歩行型トラクターがその後やや減少に移るのに対し、乗用型トラクターの総数は1961年、昭和36年の7000台から、その10年後の1971年、昭和46年には26万7200台、1977年、 昭和52年には83万2200台と大幅な増加を見せている。そして当初の共同所有から次第に個別所有へと所有の形態も変化していた。かつては建設機械やスポーツカー同様機能重視で乗り心地はほとんど重視されず振動などがダイレクトに体に伝わるものが多かったが乗り心地の悪さは疲労に直結するため 各社とも乗り心地の改善に力を入れている。日本国内の動向として、農業基盤整備事業等による補助の大規模化に、合わせ大型化が進行したことが挙げられる。100馬力球のトラクターも現在では珍しくなく、特に北海道では、200馬力球のトラクターが一部農家で導入されると、大型化と高出力化に拍車がかかっている。また、 近年の宇宙技術の進展により GPS 装置が農業分野でも用いられ始めトラクターに強力なオンボードコンピュータが補助装置として組み込まれている場合も多々見られるようになった。この技術を発展させ企業規模の大規模農場において無人のトラクターが有人のトラクターと協調して工作を行うような自動化を実現させるために 現在複数の企業及び公的研究機関において都が進められている。農業用トラクターにドーザーブレード、ハイドバン、ショベル、バケット、バックホー、リッパーなどのアタッチメントを取り付ける形から一部の建設機械は発展した。ブルドーザーは全部にブレード、後部にウィンチ、リッパー等が取り付けられた利体トラクターである。ブルドーザーは時間の流れとともに 本来の地ならしから多くの作業をこなすことができるように改良が加えられていった。一例として土砂や岩などをすくい上げてトラックに積み込むことができるよう、ドーザーブレードを取り外して大容積のショベル、バケット及び油圧アームに置き換えたローダートラクターがある。土木工事用トラクターの中で足回りにタイヤを用いているものをホイール型トラクターといい、ホイールローダー。 ホイールドーザー、バックホーローダーなどがある。ホイールローダーは通常、ショベル、バケットと呼ばれる土砂や岩を持ち上げるための容器のついた、油圧駆動の腕を有する。それ以外のアタッチメントとして、パレットホークやグラップルがある。ホイールローダーの大半は、アーティキュレート構造と呼ばれる、中折れ式の構造で作られており、車体の中間部分を油圧で折り曲げることで操作をする。 建設機械に対する要求として、より狭く、限られた範囲で、作業を可能にすることが挙げられる。公式には、スキットステアローダーと呼ばれ、元々の製造者にちなんで、ボブキャット、ボブキャッツと呼ばれる、小さな車輪のついたローダーがある。これは、トラクタータイプの建設機械の中では最も小さい、クラスであり、小規模な土木工事や畜産分野などで使用されている。 スキットスターローターの特徴は、操打機構を持っていないことで、離体車両と同様、左右の車輪の回転数や回転方向を変えることで滑りながら、車体の向きを変える、スキットによってステアする。よって、新地旋回や超新地旋回も可能である。土木工事用トラクターのバリエーションとして、バックホールローダーがある。その名の通り、車体全部に、ローダーが、後部に、ホー クワが取り付けられている。ローダーとバックホーが永久に取り付けられる場合には、トラクターと呼ばれることはほとんどなく、一般的に牽引や動力供給を行うこともない。バックホーが取り付けられる場合、通常、掘削作業の瓶を図り、運転席の座席を回転させ、後ろ向きで固定できるようになっているが、取り外しが可能なバックホーアタッチメントを装備する場合、 アタッチメント上に本来の運転席とは別にバックホーの操作にのみ使われるもう一つの座席を持っている場合も多い。バックホーローダーは欧米では非常に一般的で建設、小規模な解体、建築資材の運搬、建築機械への動力供給、掘削、アスファルトや舗装道路の解体など様々な作業に使用されている。 バックホールーダーに装着されるショベル、バケットの中には、より早く効率的に積載物を空にすることができるように、そこが開閉式になっているものがある。そこが開閉式のものは、土砂を鳴らしたり削り取ったりすることにも使用される。このため、マルチパーパス、多目的ショベルなどと呼ばれる。ショベル、バケットを、他のアタッチメントと交換できるようになっている場合も、多い。 他の建設機械と比べ、比較的小柄で小回りも効くため、欧米の都市開発の現場においては、非常に多く目にすることができる。ガントラクターは、従来のバンバ牽引に代わって、野砲や、榴弾砲、対戦車砲、降車砲、ミサイルなど様々な重量、種類の牽引式火砲を牽引するために使われる。ほとんどの兵器は迅速な陣地転換が必要である。ため、 自走かもしくは、牽引車両の使用を前提として使用される。戦艦機には、牽引車両に、機関銃を搭載した豆戦車が流行した。軍用車両は、不正地走破能力が求められるため、農業用トラクターの技術と関わりが深い、特に戦車、走行車両の無限軌道、クローラーキャタピラは、農業用トラクターの技術から派生した。しばしば戦車は、 トラクターの一匿名称で呼ばれた。航空機では、機体や翼の前にプロペラを持つ構成を、トラクター構成、または、牽引式構成、トラクターコンフィグレーションと呼ぶ。反対に、後部に、プロペラがある場合には、プッシャー構成、または、推進式構成、プッシャーコンフィグレーションと呼ばれる。無重力空間において移動中の物体の軌道を変えるために、 重力トラクターというものがある。これは対象物と物理的な接続はせず、付近に飛行させた人工衛星等へ重力で徐々に引き寄せることで、対象物の軌道に影響を与えるもの。概念の近いものとして、SF 用語では周りの物体を引力などの力で引き寄せ、念力のように操る光線をトラクタービームと称している。スターウォーズシリーズ、レンズマンシリーズ、 スタートレック、タイムクライシス4等、数多くの作品に登場した。コンピュータ用語では、トラクターとは、プリンターの紙送りを行う部分を指す。これは通常、副車紙や洋式紙の両端に挙げられている、パンチ穴と噛み合うギア、あるいは表面にゴムなど摩擦力の高い素材を用いた、ベルトやホイールの形状をしている。インジヘッドに紙を押し込むプッシュトラクターと、 印刷した後の部分を引き出すプルトラクターがある。通常はプッシュトラクターが標準搭載されており、紙送り精度を高めるためのオプション品としてプルトラクターが用意されている。中国のカードゲームにツオラジー、トラクターというものがある。また、イギリスのロックバンドトラクターズ、アメリカのカントリーミュージックバンドザトラクターズ、イギリスの映画制作プロダクショントラクタフィルムズなど、 芸能活動の分野でトラクターに関連した名称を付ける例も見られる。日本では1979年の小林明のヒット曲赤いトラクターが有名である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。